1952年、安倍晋之助3月29日から1964年7月9日は、明治から昭和にかけて活躍した、ジャーナリスト、政治評論家、追筆家。筆名は野山総吉。東京日々、新聞主筆、日本エッセイストクラブ初代理事長、第9代 NHK 会長。共済化を自称していることで知られ、 共済会会長を名乗ったとされるが、安倍の著書、共済一大記によると、友人の大や総一が、群馬県の青年団と会った時に、東京に共済会という組織があり、安倍が会長だという話を創作したもので、そんな組織はないし、自分で名乗った覚えもないという、共済とは愛妻の言われなりとの名言は残した。日本における小さな親切運動の草分けの一人でもある。 共済とは愛妻の言われなりが刻まれた共済碑。新越本線磯べき前1884年、埼玉県熊谷市で生まれ、少年時代は群馬県富岡市で過ごす。旧制第二高等学校を卒業。1908年に東京帝国大学文学部社会学科を卒業。東京帝大卒業後、満州日日新聞社に入社。 1911年ストライキを死亡したとして各種。同1911年、東京日日新聞に入社。1914年に大阪毎日に展示。1929年、東京日日に戻る。その間、名古屋市局長、京都市局長、社会部長、政治部長、学芸部長、編集局主官、取締役主筆、毎日新聞社顧問他を歴任。 1933年、東日学芸部長時代に、菊池博士を学芸部顧問に、久米正男、横光利一、吉谷信子、大谷総一、高田保津、木村武史、三宅修太郎を学芸部社友とした。1934年、やはり学芸部長時代に、囲碁及び、将棋の実力名人戦を企画し、1935年から、将棋名人戦。 1939年から以後、本因坊戦が開始。やはり学芸部長時代に、女性作家、初夏の交流団体、あずま公会を作り、メンバーは、長谷川しぐれ、野上やよい子、増木静枝であった。1938年、安倍が編集局主管となった際、学芸部長には、久米正夫が就任。 1944年定年退職した後、政治評論家として活動するほか、明治大教授、中京出版社長、NHK 経営委員長など歴任。大谷総一がその文章を、枕の安倍晋之助、落ちの高田保津と評したのは有名。その大谷総一も含めて、枕の晋之助、沢里の総一、落ちのほと言われたこともあるという。 1953年に日本エッセイストクラブを創立して会長になる。1955年、自由、かつ規模ねある政治評論家として民衆の政治意識を高めた近年の活動により、第3回、菊池博士賞を受賞。1960年10月17日、NHK 会長に就任。1962年、 日本で初めての広域通信制高等学校である学校法人日本放送協会学園創設に尽力し初代理事長に就任する。1963年原安三郎日本科役社長、加谷誠治東京大学総長、上田恒隆毎日新聞社長、上代田の日本女子大学学長、栗田角也栗田書店社長、評論家の坂西志保。 渋沢慶三元実銀総裁と共に小さな親切運動を提唱する。多摩霊園にある安倍晋之助の墓1964年7月9日、NHK 会長を在職中に休止した。死去後、佐田夫人がその意思を継ぎ、生徒、学生の育英事業を行うことが発議され、1964年10月1日に財団法人安倍育英基金が誕生した。 1972年、富岡市の名誉市民に選出された。おいに、読売新聞社記者の安倍幸男、西洋史学者の安倍源氏、ありがとうございます。